キョンスンウが人生初の世界ランキング60位圏内にランクインした。キョンスンウは2日発表された ATP 世界ランキングで先週より7ランクアップした69位をマークした。キョンスンウは最近、マハラシュトラオープン、ニューヨークオープン、デルレイビーチオープン、メキシコオープンなど4つの大会連続8強に進出し、勢いに乗っている。 先週開催されたメキシコオープンは ATP ツアーマイナス500シリーズで意味が大きかった。8強では世界トップクラスの選手ラファエル・ナダルと対戦するチャンスもつかんだ。一方、キョンスウは今月12日、米国カリフォルニアで行われる BNP パリバオープンに出場する予定だ。